ロベルタスヤフトカスはリトアニアのプロバスケットボール選手。現在は国内リーグの BC、ジャルギリスに所属している。ソビエト連邦、リトアニアシャウレイ出身。ポジションはセンター。211センチメートル、120キログラム。1997年にリトアニアバスケットボールリーグに所属する地元チーム BC シャウレイでプロキャリアを始める。 1999年より1年間、アリゾナ大学へ留学。帰国後の2000年、BC リエトボス・リリタスに入団。二度のリーグ優勝に貢献。2001年の NBA ドラフトで、サンアントニオスパーズに、全体56位指名を受けるも、NBA でプレーすることはなかった。2006年、パナシナイコス BC に移籍。ユーロリーグ優勝を経験する。 2007年、MBC ディナモモスクワに移籍。2001年のユーロバスケットで、リトアニア代表に選ばれる。以来、アテネオリンピック、北京オリンピック、世界選手権及び、ワールドカップ、欧州選手権でも代表に選ばれた。2016年のリオデジャネイロオリンピックで、リトアニア代表のキャプテンを務め、その後代表引退を発表。ありがとうございます。